select your character. はい、それでは2組目になります。1P 側はマイスターさんです。 2P 側は、本日優勝のゼクソさんとなっております。少しは The Wheel of Fate is turning. Rebel 1レクソさんにランクアップが出てたという。さあ GWB100 組目でございます。なんだなんだめくってるような感じ。 AO は何になるでしょう。ジャンプ腕下ろして中段はガードしています。中段通して判断からの弱点つけておきだめ。中段振りかぶって4200。おいおい、まずはアズラエルが先制します。2ラウンド目ジャンプキック、これもキック、弱点がいっぱいついて、結局弱点がいっぱいつく。バースト早くアップアップアップ、さっきも見た、なぜか拍手そうか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 、いや反対側でさっきまで応援してたのにもうこっち側で点々点々寝返り方半端ないでしょおめでとうございます。あ、そうかそうかそうか、さあ、参りましょう。2試合目 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action Counter。画面端マークをつけてブローラーから帰ってくる。テイクラッシュ折り際の A から画面端プラス逆転。相打ち触った。どうなってんだこれ。まだ残ってる。オーバードライブ。ジャンプビーがヒット。アズライルが先制します。拍手が起きています。いやー減る、これすごいですね、気持ちいい。裏から当たる、いやーいやーパーフェクト、拍手が起きています。さあ現在はゼクトさんが2勝、触ったのはラムダ。まず先制画面端フィールドを張って距離を取ります。オーバードライブ、
たヘッドル。さあキャンプ切り返します。どうする空対空叩き落として、ジャンピーカウンターヒットですが、おっとここでバースト。いやー手加減したのだ。アズラエルが1本目を先制します。2ラウンド目すごい安定感です。バックステップ、ラガードすぐ位置が入れ替わる。ウェダンガードかなり早いタイミングで今立ってましたよね。すごい投げに後ろ下がるやつが当たりましたが、バーサーくるくる回してタックルしてスライディングしてくるくる回して中断。くるくるして溜まった。3000、4000、4176、ファイナルラウンドです。開幕バックステップ、バックステップ空中バックダッシュ中段ラムダガ先生くるくるして運んでいきます。くるくるからの中段をバースト。マイクフランカつけてラムダもだらけ落とします。9体育投げは抜けています。下段がカウンターヒット。おっとこれは当たる。なんだなんだこれは。ここでバースト。どうなの、これはまだしまい。ラムダが勝利。さあマイスターさんが取り返しました。さあ JWB2 組目です。現在のセットカウントは2対1で、ゼクさんが優勢となっております。連続ヒット。さあラムダは画面端置き攻め、下段を通す。アズラエルをバースト。タイミングを変えていましたが、まだ止まったか。画面端すごい減ってる。仕方ない。中段ラムダがまずは先制します。ラウンド2カウンターヒット。グスターから画面端にコンボが入る。下段中段はガード。ラムダのコンボが入ってクローラーで集中している。あとこれはもう画面端です。8A からまだ生きてる。前線を借ります。
手加減したの。1対1。レベル3アクション。ファイナルラウンド、前ダッシュにラムダの飛び道具が刺さります。逃がさない、フィールド張っていっぱい出して下段が入る、空中ダッシュから画面端に運びます。カウンターヒット、あー、いい打ち。こっちでもカウンターヒット、始まるバスト。ここはバタイ、しかしバースト使っていないが、ケミンも取ってない。ここでバースト、ガーキャン、クルタイク、しのいでいるが、さあ下段が入る。どうですか、さすがにジャンピング変わった人、空中投げは抜けています。めくりガード、ガーキャン、グスタフは届かず、怪しい動きからの下段、マイスターさんの勝利。2対2となっています。次は5試合目、参りましょう。いやでもこの上手い人同士の試合見ると面白いですね。初めての格ゲーみたいなあれですけど、そうそうなんです。離れるほど動画が面白い。ここゲーダン、距離が離れましたが、アズラエルは大きく体力をリードしています。低空ドロップから、倒しきる、3782。まずはアズラエル、くるくる回して下段、ちょっと距離が遠いか、下が通る、オーバードライブ、うわーすごい速い、ガーキャンが使ってしまう。結局回収、中段ガード、中段はガードしています。いやー見えない、速い、裏回りグローラーです。さあこれでゼクソさんは3勝目、3対2となっています。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. オーバードライブ。早めに使っていく。さらに中段。展開早く繋がっています。さらに中段をヒット。アズラエルはバースト。スライディング。ガ
ガンガン体力を奪っていく。素晴らしい位置取り。オーパンで切り返している。何ですか、スパーだ。中段めったに使わないみたいですね。オーソも入らない。あ、なるほど、いざという時のやつ。他に中段いっぱいありますね。なるほど、これすごい式早いっすね。あー、ガードできないやつ。手加減したのだ。レベル3アクション。うわー、ロッチがフェイタル両方つく。ここでバースト、さすがに吐くといったところでしょうか。あいやー、いやー、減る。4600いくつでしたね。アズライルで見えなかった。さあ、ということでリーチとなります。ゼクソさん4勝目、4対2リーチをかけます。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. ジャンプ B で先制。そしてタッチ。おお、画面端。距離を取ります。アズライル、バースを使って画面端をキープ。テイクダッシュ通る。ユーローラーからすげえ早い。その程度の早いっすね。位置を入れ替えた画面端、位置をかけています。ちょっと危ないる。またも優勢に攻めています。画面端、ああっと、ここでバースト、後がない。スクエタイク、相打ち。下段が入る。切り返していきたいところです。くるくるしてタックル。さあ、画面端、ここでバースト。くるくるが当たる。ガードしている。取り返しました。1対1、ファイナルラウンドは開幕、後ろに下がります。同じタイミングでした。バックステにヒット、画面端に届いている。さあ、今度はラムダが優勢に攻めています。
スーダマガード行くよ、変わる。目まぐるしい展開です。あと前線に痛いのが入る。ラムダムバースト、下段が入って置き攻め、裏から殴られていた。勝ったのはアズラエルということで、DWB2 組は、マイスターさん対ゼクソさんの試合、5対2でゼクソさんの勝利となりました。おめでとうございます。